はいどうもこんにちは、ティアスです。今回はね、アイビーの初心者向け解説動画やっていこうと思います。まあ、今日からね、ショップで無料開放されて誰でも触れるようになったアイビー、まあ、今から触るって方多いのではないでしょうか。そんな方向けに、この動画さえ見れば、まあ、アイビーね、使えるようになる、そんなね、動画を目指してやっていこうと思います。で、このシリーズね、毎回やってるんだけど、まあ、過去にもね、いろんなキャラクターやってるので、よかったら、概要欄から再生リストをチェックしてみてください。で、まずはこのアイビーがどんなキャラクターかって話をしていくんだけど、まあ、本当にめちゃくちゃ強い。キャラクターパワーで言うと、本当にサングリアとか夢の魔女、その辺の、並ぶぐらい、今んとこ強いですね。もうほぼ弱体化は今後入ると思います。で、まあ使っていくキャラクターの系統としては最近で言うとまあキーガンとかインジャとかその辺の系統かな、夢の魔女そんな感じの、系統に近い、全体動かしていく系の結構サバイバーに立ち回りを求めるような、ハンターになってます。なので結構ねサバイバーも困ってるかなと思うんで、困ってるサバイバーも一緒にねこの動画を見て、サバイバーのやることもチェックしてください。でまずは存在感ゼロから3つのねボタンが解放されていて、まず1つ目このシャ、これを押すと、周りに、ね、蒸気を発するんだけど、これをサバイバーにぶち当てることによってサバイバーに、侵食度っていうポイント、これアイビーの姿顔を見てる正面側を見てると今傭兵のゲージがだんだん溜まっていってると思うんだけど、これを一気に40分プラスすることができます。まあ、ただこれアイビーの姿を、カメラ側サバイバーがカメラアングルで捉えてないと発動しないので、今これボットって絶対正面向くんだけど、この状態でやるとほら溜まらないっていう感じになってます。これを正面からぶち当てるのが、大事なスキルになってます。で、まあ、これだけだったら全然弱いんですけど、それプラスで大事になってくるのが、はい、アイビーのこちら本体と言っても過言ではない、イース陣、これをうまく操っていって、100貯める。まあそれ100貯めて、何が起こるかというと、アイビー側に こんな感じでサバイバーが 2.5 秒間自分の、姿を差し出してしまう、そんな感じのスキルになってますね。はい、で今やった通り、イース陣側でもこの復讐蒸気をね発するこのスキル、これ使うことができます。でこれなんと、別々でね、使うことができます。これスキルのクールタイムオフにすると15秒こんな感じで発生するんだけど、こっち側でも別々でスキルが独立してるから2連続、最大でぶち当てることができます。でこのイース陣側で次何ができるかっていうと、サバイバーに、憑依することができます。こんな感じで、はい、で憑依したら何が起こるかっていうと、こんな感じで、白いモヤモヤのエリアを生成しますんで、このエリアにいるとサバイバーの、ゲージ見ててほらこんな感じで自動で100溜まっていってしまう、そんな感じのエリアが生成されます。結構なあのペースで溜まっていっちゃうんで、サバイバーはこれから急いで脱出したい。まあ、それがね、目標になってきます。で憑依中はサバイバーの下になんか矢印みたいなボタンが出てると思うんだけど、これが、サバイバーがカメラを向けてる方向なので、これを見ればあこっち側にシャー、あの蒸気をね出せる、シャーすればあ溜まるんだって感じでやれば、はい、こんな感じで狙って 100% でぶち当てることができます。ただこの憑依中にこのシャーをやっちゃうと、それやるとあのこの憑依がね溶けてしまうので、まあ、結構の大技ということを、把握していてください。で憑依がこれ何回でもできるのかって話なんだけど、これ憑依は最初45秒のクールタイムがあります。この傭兵の上になんか変なタコの青いマーク、これが出てると思うんだけど、これがクールタイムを表してます。で憑依中は分かりやすいようにその青いやつが赤色になってます。でこれずっと憑依してるとこれクールタイム入ってくんないんですよ。なのですぐさまね、アイビー強く使っていくんだったら憑依を解除してやっていきたいので、はい、こんな感じで憑依をやめていく必要があります。でさっきからこのふよふよ浮いている石、まあ、これに何の効果があるかっていうと、これなんと選択してその場に瞬間移動することができます。なんとこれ距離制限なし、まあ、無限にね飛べます。でしかももうクールタイムが恐ろしいことに石ごとに独立してるから、今こっち側の石に飛んだとしても次別の石こっち側の石にすぐさま、連続でワープすることができます。で1回飛んだらこれ45秒のねそれぞれ石ころで、クールタイムがあります。はい、っていう感じになってます。で次にこれイース陣側の操作の時のコツなんだけど、これ夢の魔女みたいな感じでアイビー本体はこんな感じで移動してると自動追尾みたいな感じで勝手に進ませることができます。ただ逆にイース陣側はこれ自動追尾できない、絶対イース陣は止まります。こうやって入力しながら変更してもほらこんな感じで止まっちゃうから、まあ、サバイバー側はこのイース陣って姿見えないんだけど、見えないけどイース陣が大体ここいるなっていうのを把握してイース陣から跳ねれるようにあのチェイスをすればイース陣を動かす手間っていうのが発生しちゃうから、まあ、それによってチェイスを伸ばしていくことが可能になると思います。でイース陣ちょっと遠く行き過ぎちゃったってなると、これ一番下の攻撃ボタンの下のボタン、これをやるとイース陣をすぐさま回収することができます。でこの出す時とこのしまう時、これはこの硬直があるからできればあんましまいたくないね。この出すこの硬直がもったいないから、一回出してしまえば、切り替え、これクールタイムなしで無限に変えることができます。で、これ切り替えた後のカメラ操作気持ち悪いんだけど、イース陣がいる方向に絶対これアイビーって向くようになってます。こっち側向かせといて、こんな感じでどっか行ったとしても、ほら、カメラ切り替えたら絶対イース陣の方を向くようになってますね。まあ、そんな、細かい豆知識もあります。さあ、ということで、大体操作説明終わったので、一旦ファーチェの流れだけやりますね。まあ、こうやってまず出しといて、で、これで硬直中に若干イース陣動かしながら、基本的にこうやってイース陣の方が、足が速いので、アイビーは自動追尾で流しながら、イース陣を使って、サバイバーに距離を詰めていく。で、こうやってアイビーの姿を時々見ながら、こうやって追っていく感じかな。
で、こうやってサバイバーに近づいていったら、このタイミングでシャーして、で、憑依して、即飛び。これわかりますか？これ強いんだよね。これさっきアイビーが絶対イース人の方を向くって言った仕組みがあったと思うんですけど、これなんでかって言ったら、これ、石を置いた瞬間に即連打でいけちゃうんですよね。まあ、っていうのが、まあ、良さではある。まあ、こんな感じでチェイス同じ場所でなかなか多分してくれないとは思うけど、とどまっていったら今で一撃みたいな感じの流れになっていきます。で、ここで大事なのが、ずっとこうやって寄生してると、これ何が弱いかっていうと、次にもう一回あのエリアを作れないんですよね。これなってるとなかなか自利品になるから、まあこうやってシャアをぶち当てていって、まあ後ろ向いてたらこうやって本体も当てて、さらに40秒みたいな感じにしていくのが、まあこのハンターになってきます。まあボットだからね、絶対後ろ向かないっていう流れがあるから、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、まあ、本来、あ、こっち向いたな。で、こっち向いたな、じわじわなんかこのゲージ56から58、57みたいな、若干、ああいう今見たみたいなタイミングがあるから、まあ、それを見計らってやっていくみたいな感じ。で、この窓越しとかでもこれボットだからこれ当たんないんだけど、本来は、窓枠ギリギリまで来て、攻撃がぶち当たりますみたいな感じの流れになってます。はい。まあ、なので、とりあえず100貯めたら、絶対1ダメージは繋げたい。で、逆に、100貯めたのに1ダメージになんないと結構チェイスは伸ばしていけるかな。サバイバーは100貯まったとしてもダメージになんないような、回避、まあ、距離感を大事にしていくのが、まあ、いいかなと思います。で、ゲージ、これいつ下がるのって話あるじゃん。このゲージなんかずっとなんかついてるけどさ、傭兵の87とか、今あそこにいるからなんだけど、これね、アイビーの信用範囲内いる限り一生これなり続けます。今なんかポストマンも入ってるけど、でもこうやって心理学者の2とか入ってて、逆にこうやって信用範囲外に出ると、このゲージはすぐさま、結構もう一瞬でゼロになりますね。はい。ほら、こんな感じですぐなくなっちゃいます。なので、イース人だけ出張させて、なんかこのシャーとかをぶち当てるとするじゃん。こうやって、せっかくシャーして、で、さらには規制もしました、みたいな感じ。で、こうやってすぐ近づいたらいいんだけど、こうやって信用範囲外離れちゃうと、すぐ消えちゃうから、まあ、あんまり、貯めてもね、意味がないっていうのは、知っておきましょう。で、こうやって、石を出して規制するんだったら、できればやっぱ暗号機に出したいの。あそこに置いてもこれ何も意味ないから、できれば、回しで暗号機の近くに対してこうやって、規制をしていく。で、しまってみたいな感じにすると、まあ、初手全体型とか、やりたい人は結構おすすめですね。で、ここから粘着を貫封できる問題について、お見せしようと思います。なんとこのキャラクター、粘着を貫封できますんで、あとはこの、サバイバーを釣り上げてる最中はもちろん、こうやってね、魔女みたいな感じで移動できるので、まあ、基本的にこうやって、釣り上げながら、自動追尾流しながら椅子前に置いて、で、釣りモーションを挟みながら、こうやって椅子前に規制みたいな感じにやっていくといいよね。で、やっぱこれもずっと規制してると、キャンプ中に椅子前に、エリア生成できないから、まあ、できるだけダウンした時に、このエリア生成できるようにはしておきたいですね。なので、サバイバーは、まあ、このクールタイムが上がってないような状態で、ダウンするといいかなっていう感じにはなります。さあ続いて風船粘着絶対阻止できるテクニックについて話していこうと思います。まあ気づいてるね人もいるかなと思うんだけど、まあそこの心理学者あれが、まあ、オフェンスとかだと、仮定してください。でそれを対処する方法がなんと持ち上げ中にねこれシャーがこれいや分かりにくいけどこれできます。分かりますか？なのでこうやって持ち上げながらこのシャーを振りまくとほらこんな感じで今このシャーを食らった瞬間で絶対アイテムキャンセル、このうわっていうモーションが入るからオフェンスのタックルを止めることがなんとできます。でもこれ止めるだけだったらそれでいいんだけど、さらにダメージにつなげる方法があって、まあそれがねまあやばいんですよ。まあ実際にその映像をお見せするんですけど、イース陣もセットで使っちゃうことなんだよね。これ結構ボタン操作が忙しくて大変なんだけど、持ち上げてアイビーでシャーして、イース陣でもシャーして、で速攻で100貯めて、ワンパンで、その後に、すかさずオフェンスに対して規制して次の、エリアを貯めていくことによって、まあ、次絶対確定機これ来るじゃん。そのタイミングで、オフェンスに付与しておきながら、さらに、切り替えて椅子前にも置いて、感じで救助されるものの、オフェンスのダウンだけは絶対に取れますよみたいな感じのテクニックがあります。これえげつなくない？本当にやばい、使い方だなと思う。なんかたまにバグってイース陣、あ、じゃあアイビーが持ち上げ中にアイビーのシャーができないみたいなバグが1回だけあったんだけど、まあ、基本的にそれはバグだと思うんで、まあ、あんま想定はしなくていいかなと思います。本当にねこれが強いんだよね、この持ち上げシャーが、持ち上げシャーでもうどうにかできちゃうのが本当にやばいかな。で、なんとイース陣って透明なだけでちゃんとなんか当たり判定あるから、カーボイドの縄とかも実は透明なアイビーで、透明なイース陣で防ぐみたいなことも、できます。さあこちら実戦の対カウボーイ例なんですけど、まあ、このようにカウボーイが待機してる位置を把握して、で、あらかじめこれでまずは、即縄回避、これでまず威嚇でからの次本体でこれシャー、これ本体シャーしたことによってカウボーイにこれ取られたんだけど、
同時に噛み合った場合足元に落ちるっぽいから距離取られることもなくて本当に便利ですね。もうカーボーイとかも粘着絶対無理だね。さあ続いて存在感1段階溜まったら何ができるかっていうと、この寄生するクールタイムが45秒から、30秒に短縮されます。これがねまあえげつないんですよ。これどういうことかって言ったら、これって石が生成されてから30秒経ったら、壊せるようになるんですけど、この30秒完全に、ループしてます。なのでこうやってポストマンがよし30秒経ったから石壊しに来ようってやってきたところにもう一回帰省みたいなことが、ループしてできるので、まあ、キーガン級の守り、まあ、記録が枯渇しないキーガンみたいな、立ち回りが3人盤面とかだと、できてしまいます。これが正直一番やばい。そして続いて存在感マックスになると、この石にワープした時の、効果が強くなって、はい、今ワープした瞬間に追加で40、付与することができるようになりました。これもね強いんですよね。いきますよ、ポストマン、こうワープするとほら一気にね、30から70に上昇しました。なのでこのワープ後も、かなり強くなります。はい、以上が能力説明でした。続いて人格特質についての選び方なんだけど、まあ、まだね、異形は実装まだまだっぽいんで置いといて、鬼没一択かなと思います。本当にね、このキャラクターが一番強い時間帯って誰かを、椅子に座らせてる時間が一番強いので、まあ、とにかく誰かを座り続けたい。まあ、そういった状況を作れるのがやっぱ鬼没。一発なんとか100貯めて殴って鬼没で座らせる。で、そっからまあ、一生 DD 内、トンネルを続けていくっていうのが強いので、鬼没はド安定。そして、人格に関してはこれ結構ね自由度高いですね。傲慢型に振って、存在感を強く使っていくのも強いし、まあ、やっぱ上下は結構安定して強いかな。でも本当にこのキャラクター、瞬間移動がマジいらないんですよ本当に。まあ、瞬間移動がいらないけど、まあ、やっぱその普通に右下に振って最初鬼没で後半、瞬間移動にしながら、使っていくみたいな、アイビーとそのイースジの場所の入れ替えみたいな感じの使い方で、その時短みたいな感じの使い方で使う瞬間移動も強いので、まあ、その辺はすごく右下は右下で強いなと思います。でここまでかなり自由度が高いんですけど、逆にいらない人格として指名手配はねマジいらないですね。このキャラクター、椅子に座らせる最中にその座ってるサバイバーに寄生をするとなんと全員の居場所がねこの受難によって逃げてしまうのでこの可視効果、まあ、これがあるので、基本的に指名手配はいらないですね。でどちらかというと他の、まあ、人格結構その凶暴とかが強くて、こうやってサバイバーを椅子に座らせる最中に救助来た、サバイバーに対して、100貯める前に一撃殴って、殴った後に100貯まるようにすれば凶暴振っておけばその救助狩りが結構間に合うんですよね。そうっていうのがあるので結構その凶暴振りはおすすめですね。でちなみにその殴り方っていうのは椅子前だとねちょっとゲージの進行が遅いので、この辺で殴って、はい、100貯まってみたいな感じにして、でこの感じやるみたいなのが強いですね。で基本的にアイビーの元に寄ってきちゃうので、ちょっと椅子から離れたこの辺で殴るようにすれば椅子から離すこともできるのでおすすめです。はい、ということで続いて実践編遊んでいこうと思います。いろいろね立ち回りもあるんで、まあ俺が一つ強いなと思った立ち回りを、紹介します。さあ実践編いきましょう。苔村、まあいろいろ言ったけど流れ見た方がね分かりやすいと思うんでいきましょうか。まずは、ちゃんとね出してから、まあ、二人ぐらいかな、基本的に。まず、中央回してる救助職と、まあ、追いたいポジションにアイビー流しながらみたいな感じだけど、まあ、さすがに中央に来てないか。はいはい。で、こっち、あ、こっちがハガオフェンスだ。まあ、こういうこともね、ランクマン始まったらスポセンあるんで、ないんでね。オフェンスを置くことはないんで、こうなったらまた次行くポジションにアイビーを自動追尾で流しながら、これ中央側から離れたってことは、こっち側もいないし、船下側に二人ぐらいいるんじゃないかな。あ、しかも画家飛び出してきたってことは、これ義士じゃね下言うの。あ、違うわ。待って、じゃあ、そこで憑依したい。憑依させて、で、これ、解除できてない。待てよ。一旦ここ閉じ込めて、これ解除しといて、クールタイム入れて、で、これ閉じ込めてるから、OK。今、磁石投げるやつ、警戒してシャーしたけど、投げなさそうだったから、普通に、できればね、やっぱこの、グレイスとか老人形と同じで、ゲージをできるだけ溜めた状態で、やりたいんですけど、なんかしてるんですよね、こっちでね。忙しいね、これ強すぎ。え、桟橋上のこれ、ひょい、クソ強いんじゃね。で、しかもこれ、ここもちょうどこれ被ってるから、これも、君終わったね。そこから出さないよ。はいこのように、グレイスのようにポジションから閉じ込めるみたいな使い方もできます。で、オフェンスは今の間に、石壊してたね。石が赤くなってたら石壊されてますよっていう合図になります。まあ、なので、この石を壊したりしてた分、このオフェンスは今の時間マジで回復進んでない。で、しかも、受難で見て、姿を見てきて。で、こっちが義士本体やってきたんで、義士本体のこの回復を妨害して、で、速攻でこれ戻す。呼び戻してから出す。忙しいのよ、ほんとにマジ。これね、実況しながら解説しながらプレイしながら、でも俺の頭はもう、ごちゃごちゃになっちゃう。これタックルだ。はい、これタックルは、プシューで止めて、で、円かぶんないように、このクソメカ範囲。で、一旦、これあんま、やんない方がいいかな。うわ、よく手離したな。まあ、無傷されるわ。これでいいかな。うわ、でもボールも使った。オッケーオッケー。ボール使ってケアするの偉いな。DD も取りに行こうかなと思ったけど、でこれ基本的に鬼没ある時は、まあ、DD ガンガン狙っていっていいけど、
あー最悪、これ見ちゃったらこうスタン時間を無駄にしたい。でこれ次憑依のクリティも上がってるんで憑依して、でこっち側から追っていく。円の範囲広すぎだろ。でもこれ後ろ見てないからボスのこのもう脱出するために使わざるを得なかった。一応これフラホであのゲージ100なる瞬間やれば、消せます。ブレイスの式みたいにその辺のフラホ持ちサバイバーはその辺合わせるのおすすめです。で釣ってやっていこうか。まあこれ遅延が結構できるから、まあ、その最初の1台分、まあ、正味ずっとトンネルかわしまくっても全然 OK で粘着代謝もできるからダウンのプラスアルファも稼がれないみたいな感じだから、まあ、とにかく、まあ、一番やりたいのは誰かを釣り続けること、ダウン状況を続けること、まあ、最高本当に即トンで全然いいかなっていう感じ。で、まあ、特質残ってたら、まあ、DD なり、ダメージ不要を狙っていきたいね。まあ、救助狩りも狙えるからね。で、これも、うわ、惜しい。これ入ったらでかかった。うわ、いい一発救助。まあ、こうなってくると、でもこれね、疑心これつけたままだから、次、画家にね、で帰ることができて、そっから、即ワープ。で、このシャアを入れて、あは、でも、絵描かれてる、絵描かれてる、ちょっと待って、これ、次、こっち正面からシャアして、これで自分のスタン時間を無駄にしない。粘着も、危な、入れ替わり消されてたら結構気まずかったな。意外とね、これ射程がね、長そうで長くない。足が速いから届くけど、こんなにやっぱ長い感じはしないな。なんか、ちょっと癖強め。で、ここも、規制かましといて、やばい、ジャンプできなかった。今殴りたかったな。あ、でもそっち側、これシャアもかましてるから、これ、ほら、こっち側見たいけど見させないよ。まあ、このように、なんか、頑張ってたら、チラチラ顔を見せて、みたいなこともできる。で、こうやって距離を離せないようにして、この振り向きシャアがマジ強い。あ、気を通せんかった、最悪。あ、最悪。これ、種子浮き衝動チャレンジ。あ、で、今回、人格はね、上下できました。まあ、上下、強いですね、やっぱ。惜しい。いやでも惜しいよ、大丈夫大丈夫。こっち側構えてるから、はい、この前向いてる読み。シャア。これ、シャアの正式名称なんだっけ？イニシエの面か。イニシエの面ですね。正式には、イニシエの面と言います。で、こっち側に寄せながら、まだこの中央に一生守っていくと。で、ここも石とか多分、最初置いてたから解除したりとか、うんぬんかんぬんしてて、回ってないよみたいな時間を作れる。で、椅子前には、椅子前にやっぱ作りたいね。椅子前の人がこれクールタイム中だったら、救助来た人に対して椅子前で、憑依してサークル作るのがいいね。でここら辺で70付与して、これ救助ができるな。ボールどんなもんだろう。まだ、あ、結構あるよな。これギリギリさ殴りたいな。こうやって閉じ込めていって、はい、あ、これ無理なんだ。結構円のギリギリ殴ればいけるかなと思ったけど、皆さんこれやめましょうね。僕が反面教師になって今検証しました。椅子前で殴るゲージは90を超えたの見てから殴りで全然間に合います。でできれば円の範囲ギリギリ、外側ギリギリで、まあ殴りたい。まあ椅子前、ドンピシャでもいいんだけど、これ、ワープしようか。まあそんなこと、何もいいに返せない。即ワープで、存在感マックスだったら40一気に溜まってしまう。で、その、この移動モーション中に若干の硬直があるから、その硬直中に、反抗の規制も解除していく。で、このシーンは、多分この疑似フラホなんでね。しっかりと、ワンダメ絶対入れること。これによって次、炭鉱救助来ることがあんまできなかった。で、オフェンスのこれ確定球だけなんだけど、これの。それをケアするためにこっち側にちょっと寄せといて、タックル切ってたら、見えないイース人からのシャーって止めるよ。マジ。本当に隙がない。はい、まあ、っていう感じですね。マジ、早くランクはね、使いたいな。まあ、本当に初動の動きとかいろいろ悩むと思うけど、まあ、救助者に一人、暗号機前で帰省して、で、それで戻って、なんかその歩いている方向いるわ。に、なんかその、まあ、二人分くらいかな。その、救助者と、ファーチの人も二人分くらい。で、まあ、近場になんかたくさんいたら、あ、ロボも表示できます。近場にたくさんいたら、まあ、三人目行くみたいな感じもいいかなと思う。おしまいだな。あ、ない！オッケー！よし！はい、まあ、これが、アイビーのスーパーパワーでした。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ！良いアイビーライフを。